吉田選手レッドソックス入り一発。ちょっといつもよりね高めにズボンを設定しておりますけども、ご容赦ください。いやー、よかったよかった。超スピード決着だったみたいですね。なんか今日から交渉が解禁だったんですが、もう早速レッドソックス入りが決まったと。これはもう日本人としてね、全野球ファンでね、これ応援していきましょうよ。今日はですね、こういった内容をおさらいしながら、レッドソックスへの起用法であったり、来年の成績っていうのをね、ちょっと生意気ながらも予想させていただけたらなと思います。で、12月8日本日の朝ですね、ビッグニュース、5年123億3000万円でレッドソックスとの交渉決まったと。で、こちらは鈴木誠也選手を超えて日本人の野手で最高額、譲渡金、これオリックスに渡される金額なんですけども、21億円。なんちゅう額よ。まあ、これは実質ですね、近藤選手への譲渡金になるんではないかなというふうに読んでますね。なんかこう、なんか流れるような気はしてます。吉田選手、もうご存知の方多いと思いますが、 NPB の成績、7年間で通算打率ですよ、これ3割2分7厘、ホームラン133本、467打点、オプスは驚異の 0.960。 セリーグでいうとね、村上選手が今トップ走ってますが、もうパリーグですと吉田正尚選手がね、ここ何年かトップ走り続けてますよ。鈴木誠也選手はNPB 通算が902試合で3割1分5厘、182本、562打点、オプス 0.985 ですので、まあ、近しい数字なのかなと思います。ゆえに、まあ、こういった高い、ね、評価を受けたのかなという感じですか。じゃあ、この吉田選手が決まったレッドソックス、これどういった球団なのか。こちらは、ア・リーグに所属していて、14回リーグ優勝、ワールドシリーズも9回優勝と、上原選手がね、最後胴上げ投手になったのが記憶に新しいかと思いますが、ただこういった輝かしい成績がある中で、近年ちょっと苦しんでるんですね。21年こそア・リーグ、これ5球団なんですけど、5球団で2位だったんですが、20年、22年、最下位なんですよね。意外と。ただね、もうこの名門復活が今求められてる。ハイム・ブルーム編成本部長なんかは、23年、来年のワールドシリーズ制覇っていうのを目指すと言ってるみたいです。その中でのこの吉田選手の補強、熱いですね。起用法どうなるのか、こっからが気になると思うんですが、外野手のね、ちょっとライバルの成績じゃないですけど、まとめてみました。バードゥーゴ選手、26歳、こちらがレフトをすごく多く守ってたみたいなんですが、非常に、器用な選手なので、ライトにコンバートするだろうと。今年の成績も2割8分11本74打点、これ非常にいい選手ですよね、バードゥーゴ選手。それがライトに回ると。で、他で言うとヘルナンデス選手31歳、こちらが、まあ、打率2割2分2厘。ジャレン・デュラン選手、こちらも2割2分1厘。外野は正直手薄ではあるようですね。かつ DH の専門だった JD マルチネス選手、こちら35歳の選手なんですが、今シーズン139試合で打率2割7分4厘、16本、62打点、オプス 0.789 という選手がいたんですが、 FA で出ました。なので DH の枠とこの外野の枠っていうのは空いている状況なので、吉田選手開幕スタメンっていうのはほぼ間違いないんじゃないかなと。で、報道を見る限り、この吉田選手の出塁率っていうところを評価してて、まあ、1番バッターでの起用なんかもいいんじゃないかっていう関係者のコメントも見受けられましたね。まあ、何番で起用されるか、まあ、日本で言うとね、3番打ってたりしたんですが、まあ、そのあたりはちょっとどうなるのかっていうのは今後注目ですね。はい、じゃあ最後にね、成績予想してもう終わりたいなと思うんですけども、この、まあ、吉田選手に近しいと言いますかね、タイプの似てるというかね、同じ、すごくハイレベルな選手、鈴木誠也選手、こちら、1年目は110試合で、怪我もありましたが、2割6分2厘、14本、46打点で今シーズンフィニッシュと。で、そして、秀樹さんね、松井秀喜選手、巨人からヤンキースに行った年、どうだったのか。タフね、やっぱりね、163試合出たのよ。本当に、やっぱ、たくましいですね、秀樹さん。で、かつ2割8分7厘、16本、106打点。これがすごいっすよね。106打点よ。しかもヤンキースで。じゃあ、こういったね、この鈴木誠也選手とか松井秀喜選手とかと比べて、吉田選手はどうなのか、問題、考えてみました。こちら、高木豊モデルの小さめのホワイトボード、用意しましたね。で、いきます。ダラン！
130試合、打率3割、10本、80打点、オブス 0.800 と予想させていただきます。これはね、どうなんだろうな。130試合出んのかな。DH とレフトでの起用、DH が多くなれば、この130試合っていう数字はね、見えてくるのかなと思うんですけど、吉田選手もちょっと怪我が少ない選手かといえばそうではないと思うんで、まあ、休ませながらもこのぐらいの試合出てくれれば、久々の打率3割日本人やってくれるんじゃないかなと予想しております。もうこのままですね、最後の締めに入りたいんですが、今日ね、ボンデンソロなんかいと、じゃああいつは何してんだと、ちょっと現地、毎回なんか現地にいるとか言ってるんですけど、ちょっと電話つなぎたいってことなんで、つなぎたいと思います。はい、モンデンさんね、あれあれ、ごめんなさい、僕カイダーさんとつないだつもりなんですけど、あー今日ね、カイダーさん休みですよじゃああなた誰なんですか。三田塚ですよ。あー、また三田塚さんじゃない。はい、こんにちは。あのモンデンさんね、今ね、カタールにいますよ。カタールって、いや、あなた仕事来ないでしょ、辰川さん。やっぱり盛り上がってますよ、現地はね。まあ、日本負けたけど残ってると。こんな吉田が早く決まると思ってなかったんでね、これびっくりしてますよ今。いやね、モンデンさんね、これね、吉田今回最高年俸野手、これね、今ね、やっぱりメジャーのね、外野手の FA がね、はいはい、薄いところでね、こういう金額になりましたけどね、はい、やっぱり打点っていうのはね、ちょっとモンデンさんにそれやりすぎじゃないかな。あ、まあ、チーム事情とかありますからね。あ、もっとね、やっぱり1番2番を打つね、バッターになるんじゃないかなと思ってますよね。出塁率を評価されて、どちらかというとね、やっぱりメジャーでの評価はね、あの日本にはあんまり届いてないかもしれませんけどね、はい、青木みたいな評価ですよね、これということでね、あの背番号予想していきたいと思いますよいや、あの三田塚さん、はい、初めていい感じでね、あの僕も出せてない情報いただけたりしてね、あ、もうこのまま終われるかなと思ったんですけど、背番号、背番号皆さん気になるでしょいや、うん、これまでのコメント欄でもそんないんですよね、三田塚さんの背番号コーナーが楽しみだという声が。そうですか。今んとこね、あえて全部外させていただいてますよ松原選手がちょっとひどかったですけどね、巨人ので。そう、松原はね、松田とかね、長男つけなかったですけどね、剥奪はされましたね、しっかりそこ当たってたんで、ね、あ、もう分かりました。もう聞きますよ、背番号何番なんですか、吉田選手。まあね、もともと吉田去年までね、はい、34番つけてましたよ。ああ、そうですね、ブライス・ハーパー選手に憧れてね、あ、はいはいはい、つけてたみたいですけども、はい、で今年から急遽7番にね、変わりまして。なりましたね。これね、レッドソックスね、34番永久欠番なんですよ、これあ、オルティス選手覚えてますかね、オルティス選手のね、そう考えるとね、うん、まあ、今年から背番号7吉田選手つけてましたけども、はい、レッドソックス7空いてるんでね、7番ですよいや、空いとんかい、7番が空いてるんですよ。あ、もうそれもう話が早いですね。あ、分かりました、ありがとうございます、三田塚さん。やっぱりね、ちょっとね、今回ね、背番号予想ね、簡単すぎましたよ、これちょっとね、歯応えなかったです、これまた近藤選手ね、どこが決まった時また呼んでください、これ。わかりました、わかりました。まあ、機会があれば、しっかりやります。カタール、じゃあ、見守ってくださいね、ワールドカップね。日本ね、次ベストブラジルと戦うのかな応援してますよ。だから見てね、全然見てね。はい、またお願いしますはい、ありがとうございました。というね、今回も三田塚をキャスティングしてしまったという、皆様の考えるこの吉田選手の1年目の成績予想であったり、三田塚はもう出ないでくれとか、そういったコメントあったらお願いします。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ここに三田塚は呼んでみようかな。あえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。